申請期限最終日となった14日、代理人が申請書類を球団に提出。不祥事に揺れた1年、悩みや葛藤、覚悟を記した直筆メモも球団に出した。この直筆メモをスポニチ本誌だけに寄せた。皆様に多大なる不快な気持ち、不信感を生んでしまった一連の出来事を通じて、ただ野球をするということだけでなく、関係する全てのことを、自分一人で考え、また、家族と考えさせていただきました。私の意思を受け入れていただけることがあるならば、ライオンズに居続けることが、ファンの皆様、球団の皆様に対する感謝の形、謝罪の形、誠意であるということも考えています。同時に FA 宣言が持つ選手の権利として定められた制度という理解を超え、これまで聞くことがなかった声をお聞かせいただくことで、自分自身を戒めることとなるのではないかとも考えたと決断に至った経緯を記した。他にも、覚悟や葛藤、思いが書かれている。なんというか、無理やりいい話に、はできないまでも、やり直すチャンスをください感が余計にムカつく。今回の山川のスキャンダル発覚から FA に至るまでの心境が理解できない。直筆なのかもしれないけど、新聞社に送る必要ないよね。何アピール？本当にみんなに迷惑をかけたと思っているのなら、スポニチの記者だけにメモを渡すなよ。何を山川が用が移籍した時点で、自分のことしか考えてないと言わざるを得ない。字の上手さで誠意を見せたいとかそういう意図が感じられて逆に嫌かも。代理人に申請用紙持ってこさせてる時点でアウト。絶対ファン感謝デーには西武ドームの敷地内に立ち入らせてはいけない。文章の長さの割に内容がない気がする。勝手ながら字の綺麗さと性格には何も関係がない。しかし達筆、本当に誠意があれば、球団に足を運んで伝えるだろうよ。なんでスポニチにだけ直筆メモを渡したんですかね。なんだかわけのわからない身勝手な言い分をダラダラと垂れ流してるよな。恩義に報いず金を選んだだけ。それを美化してる。他のチームの話を聞いて自分を戒めるとか全く意味がわからない。この発言が甘すぎる。ソフトバンクに行きたいんやろな。